Redwood where dreams come true. The lanterns glow, the city sleeps, but we awaken secrets deep. We are the dancing lights. はいはい、今回はベオ3で作った映像を誰でも簡単に動画編集することができる簡単 UI の動画編集ソフト、ヒモーラで編集してみました。ヒモーラは無料の動画編集ソフトの機能では満足できないけど、バチクソお高い、ガチの動画編集ソフトは使いこなせる自信がないっていう方向けのちょうどいい動画編集ソフトとなります。永続ライセンスとなる買い切り版とサブスク版とがあり、永続ライセンスの料金は割引が効いて8980円とかなりお安く、アップデートしたい時に別途アップデートを購入する仕組みとなっているので、クリエイター活動にかかるコストをなるべく下げたいという人にとっての最適解になり得る製品となっています。それではフィモーラを立ち上げます。こちらがトップページですね。作りたい動画のアスペクト比をここで選ぶことができます。今回は16:9、つまり横長の動画を作りますね。 TikTok などの縦長の動画を作りたい場合はこっちの9:16を選択しましょう。そうしましたら新しいプロジェクトをクリックします。するとプロジェクトが作成され動画編集画面へと遷移します。ではベオ3で作った動画素材をインポートしていきます。ドラッグ&ドロップにも対応しているのでメディアファイルを放り込んでいきましょう。またスマホやノートパソコンでの編集時はドラッグ&ドロップしにくいと思いますが、こちらのインポートアイコンからメディアをインポートすることもできます。ではインポートが終わったら下部に表示されているプロジェクトのタイムラインにメディアを追加していきます。メディアのプラスアイコンをクリックするか、直接ドラッグ&ドロップで追加することができます。するとこのようなポップアップが表示されます。プロジェクト設定を保持するを選択しましょう。これでメディアファイルがタイムライン上に配置されましたね。これを繰り返してどんどんタイムライン上に並べていきます。並べ終わったら一旦再生してみましょう。再生ヘッドをとりあえず一番先頭に持ってきて再生アイコンをクリック、もしくはスペースキーで再生が開始されます。基本的には再生ヘッドのある位置から再生が開始されますよ。今回のベオ3で作ったメディアファイルにはオーディオが含まれているので、クリップの下部にオーディオ波形が表示されていますね。オーディオに関しては右側にあるオーディオタブからいろいろと調整することができます。さらにクリップに表示されているこのバーをドラッグして上下に動かすことで直感的に音量を調整することもできます。今回は別途スノ AI で作った音楽を BGM にするので、このクリップに入っているオーディオ部分を消したいと思います。その場合は音量をゼロにしてもいいのですが、クリップを選択して右クリックメニューからオーディオを分離するを選択してみてください。するとこのように映像とオーディオとにクリップが分離されます。オーディオクリップを範囲選択してデリートキーで削除しますね。では代わりにスノ AI で作った BGM を先ほどと同様にインポートします。オーディオトラックにファイルが読み込まれましたね。これで読み込んだ音楽ファイルが映像と一緒に再生されます。タイムラインを先頭に持ってきて再生してみますね。このように映像と音楽をタイムラインに配置したらカット編集をしていきましょう。まずはじめにオーディオファイルの配置されているトラックをロックします。これでオーディオトラックが編集を受け付けない状態になります。これはオーディオトラックも一緒にカットされないようにするためですね。では映像をカットしたい場所にタイムラインを持っていってハサミのアイコンをクリックすればクリップが分割されます。それとクリップのスタートもしくはエンドをドラッグすることで縮小と拡大させることができます。基本的にはこの操作で音楽に合わせて映像をカットして順番を入れ替えたり別の場所に挿入したりしますね。音楽って基本的に小節と拍で構成されているので、それぞれのタイミングに合わせて映像を切り替えると綺麗にまとまるのですが、全部の映像をきっちりタイミング合わせしちゃうと機械的になっちゃうので、切り替わるタイミングはプレビューしながら違和感がないようにランダムにしていきます。
それからデフォルトでマグネティックタイムラインが有効になっていて、このような切り貼りをする場合は邪魔なので無効にしときましょう。クリップの空白を自動で詰める機能ですね。なんなら常に無効にしておいた方がいいくらいです。では出来上がったら、画面右上にあるエクスポートから映像と音楽を一つにまとめて出力します。このローカルというタブでファイルとして出力しますね。タイトルを決めて保存先を選択。嬉しいのがここをオンにするとクラウドにバックアップもしてくれちゃいます。プリセットはプロジェクトに合わせるのままでいいですね。この辺は特にいじらなくていいです。オートハイライトは60秒のハイライト映像を別で出力してくれます。 SNS での宣伝用にどうぞ。右下にあるエクスポートから上記の設定でファイルを出力できます。今回は簡単操作で誰でも動画編集ができるフィモーラを使って動画編集の基本をご紹介しました。他にも場面をかっこよく切り替えるトランジションや映像に演出を加えるエフェクト、それからなんと今話題の画像から AI 動画生成なんかもできちゃう機能が満載なので、今後の動画で効果的な使い方などをご紹介する予定なので楽しみにしていてくださいね。それじゃあ今日もお疲れ様でした。